クリーマの丸林社長にお越しいただいています。経営者の方、うん、あの大物経営者の方との出会いがあって、うん、そのビジョンなんだったら経営者が政治家になればって言われたんですよ。50個ぐらいアイデア考えたんですよ。でその中に絵と音楽の G2C マーケットプレイスというのが入ってて、うんうん、僕が正直言うと定常的にずっときつかったのは正直競争です、うんうん、びっくりするような、まあ、企業さんの参入が相次いだんですよ、うん、市場が大きくなればなるほど よりレッドオーシャン化が進むじゃないですか。そこでじゃあ誰が勝ち抜くかってなった場合に、誰よりもたくさん考えて、誰よりも早く、誰よりもたくさん行動したやつが最後勝つと思うんですよ。そういう資金って必要だと思うんですね、うん、まあ、なんですけど、まずそれやる前に本当自分が仕上がりどうなりたいのかっていう、会社および自分個人のビジョン、それによって例えば集める額とか誰から集めるかって話も変わってくると思うので、権限以上って言葉ってめちゃくちゃ美しいんですよ、うん、なんですけど陰に隠れた逆忖度っていうのは実は結構世の中で僕は起きてると踏んでて、クリーマの丸林社長にお越しいただいています。ハンドメイド C2C クリーマ成功の秘訣ということでちょっと改めて面と向かうと照れくさいところあるんですが、創業当初のとこからちょっと時系列に沿ってお話しいただければいいかなと思ったんですが、はい、まず起業の経緯、なんで起業して、もともとあれですよね、セプティーニさんに就職をして新卒で起業されたわけですけど、どんな経緯で、もしくはその前から何かあったのかわからないですけど、なんかあの僕実はセプテに入るのは28でも起業するって決めてたんですよ。なるほど。でそのための修行として数年って決めて入らせていただいたって感じだったんですけど、あのもともと子供の頃から僕テニス意外と上手かったんですよ。日本ランカーでしょ、まあ、日本関東レベルだと一応トップクラスだったんですけど、すごい、まあ、で結構テニスやってた時からずっと思ってたのが、なんか職業で一番たくさんの人をハッピーにできる仕事ってなんだろうってことがずっと子供の頃からあって、中3の頃にそれで悩みすぎて、やっぱ音楽やった方がいいんじゃないかと思って突然夜目あの起きて親とかに、なんかこのままじゃダメな気がするから、なんかニューヨーク行って音楽で勉強してみたいな、わけわかんないこと言ったりとか、すごい飛びましたよね。飛んでるんですけど、でまあそんな子供だったんですけど、テニスまあ中3で一応神奈川3冠を取って、関東も一応2冠を取ったんですけど、でなんかいろいろそこで考えさせることがあって、やっぱりまあ正直テニスよりも音楽で勝負したいなっていうちょっとあれが、まあその方がたくさんの人になんかその波及性がもたらせられるかなと思って、でっていうのがあってあれして、で音楽活動をやっていって、っていう中でまあ音楽も一応まあプロとして活動させてもらってたんですけど、最終的にはまあちょっとある経営者の方、あの大物経営者の方との出会いがあって、その方にまあなんかちょっと食事連れてもらった時に、大学の時です、まあ、僕がやった巨大なイベントのなんかちょっとあのスポンサーになってもらった方なんですけど、当時3年とか年だったんで、就職どうするのみたいな話があったされた時に、いや俺実は音楽自分の中では完全にこれプロとしてやってるので、このまま食っていこうと思ってるんですみたいな話をして、なんでみたいな会話をしてたんですけど、いや僕あの音楽が一番世の中でたくさんの人をハッピーにできるものだと思ってて、だから音楽の世界で頑張りたいなと思ってやってるんですよねみたいな話をしたら、まあすごい笑われて、面白いと、ただそのビジョンなんだったら経営者が政治家になればって言われたんですよ。初めてその時にやっぱそのあるおじさまが正直僕今その人生あった中で一番かっこいいと思った方だったんですよ、でその人に君経営者か政治家の方が向いてるよって言われた時に初めてリアルに考えさせられて、なんかそうあのそれがきっかけで、そこでなんか28歳までに起業しようっていうのを決めた。